はい、山ちゃんの動画始まるよ。はい、山ちゃん、はい、キュー。おお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 お、あ、皆さんこんにちは。はい、今日はバベル動画、インバベルレクチャーも兼ねて、やってみたいと思います。今日は面白い動画になると思うので、皆さんよろしく。おい、しっかり釣れよ、ゲンゴロウ。あや。はい、で、バベル、何度やという方いらっしゃると思うのですが、これがバベルだ。他のルアーに比べて小さいって思われると思いますが、落ちる、この落ちてる時になんと魚がバシバシ釣れちゃうというすごいルアーなんですよ。でね、こちらのバベルのセット法もちょっと変わってます。はい、取った方がいいな。ケンジもう一回やり直したの。なんだよ、ちょっと取っといてよ。ごめんちゃい。いきなりこういう風にやるってことね。段取り打ってね、撮影とかね、違う、いきなりやるのがいいんだよ。そっかい。そう、はい、ぶっつけ本番でいくよ。よし、行こう。はい、で、バベル、皆さんに一番最初、バベルって言われても何って言われる方があるんですけど、ルアーです。はい、で、これがバベルで、このルアーは、バベルゼロのウェイトチューンモデルっていうのですけど、このルアー、何がすごいのか、この落ちてる時に魚を食わせるというルアーです。トイレはね、すごいよく釣れるルアーなんでね、ちょっと今使ってるんですけど、まあ、とりあえずちょっと今日はこれを使ってやってみたいと思います。で、この、バベルの、付け方も少しこと、ちょっと変わってます。どういう風に変わってるのかというと、なんとすごいことに、この針の方に糸を結んでもらう、これがポイントです。ポイントはこの針が、この刻印ゼロって書いてある方に行くようにしてもらうのがポイント。刻印の方に針が来るようにすると、落ちた時にルアーに針がまとって、魚が食べてもいてて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 てってかかっちゃう。こんな感じに使ってみたいと思います。じゃあそれでは次は実践に参ります。いけ。はい、そして今日は、バベル講座ということで、バベル王になりたいという深澤様に。深澤です、よろしくお願いします。はい、今日はちょっと友情出演ということでね、ちょっと今日はバベル講座で一緒にちょっと楽しんでみたいと思います。行くぜ。よし、行ってみよう。はい、まあ、ここら辺も全部大丈夫だよ、回ってる回ってる回ってる。オッケーオッケーオッケー。今日ね、ちょっとバベルコーナーなんですけど、はい、じゃあちょっと一回ルアーちょっと見せてもらっていいですか。今どんなルアー使ってます。はい、あ、バベル、あ、いいですね。はい、ね、バベルの、そうですね、バベルゼロ使われてますね。はい、で、もしよかったらこの時に、はい、今スナップを今つけてもらってるんですけど、はい、できればこの時はできるだけスナップ外した方がいい。はい、それの方が動きが半端なく良くなります。はいはい、こんな感じですね。で、今バベルゼロじゃないですか。はい、で、今日みたいな感じにちょっと風が吹いてるときは、はい、ちょっぴりワンポイントアドバイスしてみましょう。はい、ちょっぴり小物アイテム、チューニングシンカーの、僕は6ミリですね、これは。これをね、バベルに貼ると安定性がさらに増して、プラス飛距離もアップということは、超かも、超変わるかも。ぜひぜひちょっとつけてもらおう。6ミリのね、チューニングシンカーさんをどこに貼るのかっていうと、はい、こんな感じ。いい、オッケー。これだけでね、すごい安定性が増すんですよ、バベルの。みんなもぜひちょっとやってみてください。はい、よーし、じゃあ実調いってみましょう。はい、まず、バベルちょっと軽いんで、軽いからちょっと投げるのが難しいと思うけど、頑張ってまっすぐ投げてみてください。で、よいしょ、まっすぐ投げたら、すぐにベールをも、まあ、針金を戻してもらってから、できるだけ早く入って、で、ポイントはなるべく糸を張ってあげること。はい、で、その時にポイントなんですけど、竿はまっすぐにちょっと下げたぐらいがポイントです。はい、で、糸を張った状態から、
まあできればね、ちょっとね、1、2、3、4、まあ5秒から10秒ぐらい、落としてから上げて、下ろした時にリールを巻いてあげてください。で、この巻く時もできるだけ糸を張った状態にしてあげる。ちょっと難しいけどね、あの上げて下ろしながら巻いて、上げて、おおおおおお、今おおおおお、来ましたね。来たね。バイトですね。オッケーオッケー。じゃあもう一回ちょっとやってみましょう。はい、投げてからベール、まあ戻してからグリグリっと糸を張った状態。これで1、2、3、4、まあ5秒くらいしたら曲げたら下ろして巻く。まあ下ろして巻くときはできるだけ糸のたるみを取ってあげるぐらい上げて、おお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 、山ちゃんが釣ってどうするん。いやーマジっすかー、マジか。よし、じゃあちょっと一緒にやってみましょう。はい、深澤さんが初バベル行ってみたいと思います。はい、オッケーオッケー。じゃあ1、2、3、4、おっ、上げて、うまい、2、3、4、おっ、上げて、うまいね。まあ、もうちょっとね、はい、リフトをね、はい、もっとね、短くしてもいいかもしれない。はい、イメージはルアーがこう、今ね、イメージはね、あの、かける動作と、はい、あとは、そうですね、あの、そのアクションを一緒にしちゃってるんですよ。はい、そうじゃなくて、アクションはアクションです。はい、だから、魚が食べてっていうぐらいの感じに、で動かしてあげるのがポイントかな。はい、うまい。今の気持ちは深澤さん、最高です、最高です。やったー。皆さんもぜひバベル楽しんでみてください。まあ、もしは、バベルの釣り方わからないことがあったら、私は山崎も、スタッフ、徐々にぐるぐる回ってますので、お気軽にお声ください。よろしくお願いします。はい、ってことでまだ閉まんないからもう一本閉めさせないよ。だって1本じゃ怪しいもん。マジで？あとバーベルいっぱい釣れるでしょ。じゃあもう1本いっちゃおうか。いますか。深澤さん、かっこいいとこ見せてください、僕に。うまいね。そのぐらいのリズムがすごく美味しいですよ。よっしゃ、おー、2連発来たぜやれー、あー、素晴らしい。見て、超綺麗に食ってますよ、ほら。おい、素晴らしいじゃないですか。やっぱ釣れるね。でしょ、これ釣れる、楽しいぜ。まあ、みんなやんないと損だね。損だね。よし、がっつりがっつり食ってますね。
山ちゃんのレクチャーどうでした？いや、分かりやすくて最高です。私のバベオは俺のものだ。よし、決まりました。はい、はい、じゃあ皆さん、そんな感じでバベル講座、終わりにしてみたいと思いますが、本当に、何か分からないことがあったら、私は山崎お声掛けください。よろしくお願いします。はい、カメラマンチッチマンでした。パチ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 。レンちゃんたち、お見事。ああ、そう。ここまで来たらもう釣れたも同然ですよ。すごい。おお。おお。すごいよ。一気に3上げてまいりだからね。一気に3上げてまいり。一気に3上げてまいり。おお、来た。山ちゃんよ、釣ってる。何をやべえ、バメオの称号取られてしまう。よし、やるぞ、今年は。素晴らしいね。あとはあれかな、もうあともう何匹か釣ったら、はい、針も交換してあげるといいと思いますよ。はい、やっぱりね、針先っていうのもやっぱ大事。おー、来た大事ですからね。はい、イエーイ。やべえ。山ちゃんも釣り来てい。よいしょ。今、完全にオフショットです。撮影終了後に本当にバベルは釣れてるのか、釣れちゃってました。さよなら。